なんかそれぞれの役者さんもそうだし、撮ってくださるカメラマンさんもそうだしの人生の展示みたいな感じだなって思ってます。役者が100人写真に写ることです。っていうのは嘘でっていうのはそうですけど、確かになんですけど、100人も役者さんを集めるっていうのは簡単なことではないですし、もう一人一人に全部こう違う色を、役者本人もだし、撮るカメラマンになってくれる人もだし、なんかそれぞれの色をね、こう出さないといけないっていうのはすごい簡単なことではないなと思うので、なんかずっともう私がおじいちゃんになるまで、おばあちゃんになるまで続いていってほしいですねなんか自分の今後もいっぱい参加させてもらって、自分の年齢を重ねた役者としての姿を撮ってもらいたいなって、おばあちゃんですよって思いますなんなんでしょうね、なんなんですか、でも100人集めるってすごいですからね。なんて言うんだろうな。これだから、10年とか毎年やっていったら、1000人になりますね。そういうことです。なってた。まあ今400弱って言いますね。あら、すごい。じゃあそのうち1000人展が開かれるかもしれませんね。多様性ですかね。うん。役者、僕たちは人間を演じることが多い世の中で、今こう世界が多様化をね、こうよりこうそこに対しての動きが強くなっている世の中で、役者100人っていうのはこう人間の可能性だったり、この今僕たちが世界を暮らしているこの地球というか日本、そういうもののなんか可能性を表現していける一個のツールなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、それと同時に過去を伝えていく、過去を正しく伝えて過去を正しく継承していくためのツールでもあるかなと思ってます。私4年目なので毎年考えるんですけど、私にとっては原点に戻る場所というか、役者として生きてきて、まあ、15、10、もうちょっとかな、あるんですけど、その、自分、役者としての自分を見つめ直す場所だと思ってます。そうですね。パレットみたいな感じだと思います。前回も出て思ったのは、本当に皆さんの考え方とか表情とかが全く違ったので、今回こそ色が違う姿、白黒とはいえその中でなんか一人一人の個性みたいのが、なんかパレットみたくいろんな色があるっていう意味で、そういうイメージが浮かびました。まあ、今回初めて参加させていただいて、まあ、まだその私以外の99人の方を私はまだ知らないので、ちゃんと見てないし、まあ、それぞれの個性が出るのもわかるけど、本当に戦い多分99対1みたいな感じだと思うので、みんながどんな風にこの今回は脚本があったので、この脚本を演じるのかって考えるだけでもうライバル心が生まれてたので、でも誰がいるかもわかんないし、どんな風にやるのか年齢層もわからないかったので、もう自分が出せるものを出すしかないっていう感じの戦いです。自分との戦いでもあり、99人との戦いでもあるみたいな、はい、そんな感じでした。いや、なるほど。逆にあれですか、うん、なんか他の人が分かってたらそれに合わせた対策とかを練った可能性もあるんですか。それこそ年齢層が同じぐらいの人が多かったりとかしたら、なんか、その、なんて言うんだろうな、もう本当に老人っていうか、もう70代がめちゃくちゃ難しかったので、私は、その、めちゃくちゃの、70代の 女性とか男性の喋り方とかめっちゃ検索したんですよ。でも、まあ、
これを20代がやるっていうのを想像したら怒りで爆発しそうでした同じ20代しかいなかったら、おもう全員的じゃねえかみたいなその感じになっちゃってたと思うんですけど、まあ、噂によると下がまあ10代上は60の方50代の方までいるって聞いたので、あ本当にいろんなものが見れるんだろうなっていうので、興味好奇心も湧きました。逆に私より上の方が5歳だったり20歳をやるのも気になるし、10代の子が20代70代をやるのもめちゃくちゃ好奇心が湧きました。多分同世代だけだったらもうずっと戦ってたと思います。これ去年も出させていただいて、で、まあ、1年越しにまた出させてもらうわけなんですけど、この1年間その役者としての仕事ってそんなできてなくて、だけどこの役者百人展に呼んでもらうっていうのが自分が役者であるっていうことを一つ認めてもらえるところなのかなって思います。私にとっての百人展はオーディションです。毎回オーディションだなと思って、まあ100人いるから100色あると思うんですけど、いい悪いっていうわけではなくて、そのいろんな個性いろんな色があってこそだけど、見る人によってはその人にとっての一番、その人によっていいものが生まれてるっていうような感覚があるんで、私はオーディションだと思ってます。はい。躍動を映した、そんな唯一無二の写真展。役者百人展、そうですね。本当にいろんな演じ方をする方ってこの世の中にいて、もちろんその世の中から求められてる演技の仕方とか、求められてない演技の仕方、本当にいろんなこう、シチュエーションがあったりとか、いろんな人柄がいると思うんですけれども、そういうものを、どれを否定するかとか、どれを肯定するかとかではなく、これが役者だよっていうのを100人こう集めた展覧会っていうイメージがありますね。はい。これはすごく面白い試みだと思いますよ。今コロナとかなんとかでエンタメっていうものの進化が問われてると思うんで、こういう作業をやろうとする人たちがどんどん増えていってほしいなっていうのもあるし、自分も頑張らないとなっていう気持ちになりますね。人です。なんか内容っていうか、その何やろ、百人展ってまあまあ100人って人が入ってんねんけど、結局誰かと誰かが、どの仕事でももちろんそうやねんけど、成り立たへんものであるんやけど、特にこの100人展って続いてるやん、ずっと。まあ、僕も前回か、なんか参加させてもらったけど、あ、で、人っていいなって、撮ってもらう側も思うし、多分撮ってくれる人もそう思ってくださって撮ってるやろから、だからトータルそうやってメイクもしてくださる方もいて、こうやってなんかライティングもしてくださる人もいてとか、スタッフも人やし、撮られる方も人。もうとにかく人やなって、まあ、一言で言うとほんま人っていうのがすぐ頭に出てきました。うん。これはね、一番過酷なオーディション。本当に。俺は、ね、俺らはもう一人がここでバンって作品作るけどさ、撮る側とさ、あと、見てる、お客さんはさ、100人分こう見るわけでしょ。あ、てか、誰いいね。あ、これいいね。ってやっぱ、比べるわけじゃん。はい。比べられてるんですよ。ね、そういうつもりはないだろうけど、やっぱ、で、俺、ね、僕も第1回目の時、行かせていただいて、他の人の作品も見たんですけど、うーわ、めっちゃいい表情するやんって。みんなの見て思って、悔しくなる場。でも、もっともっと、芝居したいなって、思う
場所です。役者百人展とは、私の中では始まりです。なんでかっていうと、最初の泣き顔展の時に、私はまだ上京前で、で、どうしても、見たかった役者さんが結構多く出られていたので、もう上京前で宮城県から2日間連続で来て、もう新幹線、帰りの新幹線の直前まで来て、で、そこで新たなご縁をいただいて、今回また百人展に今度は出演する側で出させてもらってるので、百人展は私にとってはここでの芸能活動をする上での始まりだなと思ってます。ド S な企画ですね。本当に、本当にド S よ。今回やりませんかって言われて、やりますって簡単な気持ちでやったら、こんな重い台本用意されてて、こんな感じっすかみたいな。もっとこう、スッスッって撮るだけだと思ってたら、重いなと思ったのと、あとは、スタッフさんというか、そちらのカメラの方々も多分ものすごい自分たちで感じると思う。なんでこんなに自分たちで追い込んでるんだろうと思うぐらい多分いろんな仕事の量だったりあると思うんで、トータルドSな企画だなと思います。はい、そうですね。なんか100人とかって聞くとなんか勝手なイメージなんですけど、バトルロワイヤルとか始まりそうだなとか思っちゃったんですけどなんか役者同士でこうなんかバトルロワイヤルするのかなと思ったんですけど、全然違くって、なんかもうすごいなんかおしゃれな感じ、写真がいっぱいあるようなイメージっていうふうに 見たんで、ちょっと自分のやつが上がるのがちょっと楽しみです。はい。なんか人間の感情の標本みたいなものかなって感じています。役者100人展とは、何ですか何だろうね、難しいですね。役者100人って、まあこういう手法で写真を撮るっていうのは僕も初めての経験でしたし、まあ一人一人の役者の個性というものがこうあぶり出されるんじゃないかなと思いましたし、まあそれは何でもそうだと思いますけど、まあ一人一人の生き方が反映されると思うし、まあ役者をあぶり出していく一つの何かじゃないですか物産展みたいなものだと思います。役者百人展とはなんか一つの モチーフ、例えばお花で何かをそれぞれ自分の武器にしてきた、持ってきた画材でそれぞれが描くみたいな、そういう風景がなんか浮かぶなって思いまして、やっぱ役者さんはそれぞれ色とか質感とかみんな違うのが画材みたいだなって、画材っていうのはちょっと変なんですけど、画材みたいな武器をみんないっぱい、しかもすごいいろんな癖があったりとか、そこに逆にすごいいろんなものを使いこなす方がいたり、すごい絞ってる方がいたり、そういういろんな色が見られる、モノクロでもその色がはっきり見えるし、その瞬間を切り取っているから、ある意味絵画展みたいだなとは思いました。グループ展みたいな100人展だから、100人の絵画展示みたいなものにも見えました。始まりの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 役者100人役者100人展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 